シームズ。走ってきたけど彼、君。走ってきたけど、あ、君もティーンかな？ティーンだとちょっと聞けないんだけども。お、もう一人来てくれましたね。3年について話す。独身だということを知りました。ティーンばっかりする。なんか子供集めてさ、あんまりよろしくないかななんて思ったけど、まあ、年齢がすぐ一緒になることを信じましょう。なんか左上の方で、アリアちゃんがボクシングやってるけど、すごく下手くそですね。一緒に雲を見てもらいます。なんかさっき相性下がってた気がするんだけど、まあ、彼が独身だということは分かりましたので、恋愛感情について尋ねる。緑も上げていきたいからね。では、すごい不快になってるけども、まあ、誰かが亡くなったりなんだりで、ちょっと不快にね、なっちゃってるのよ。もうこれは言ったからいいかな。よし、じゃあちょっと一緒に遊んでみよう。まずやっぱ大人同士の交流ということで、このアフ君とね、ちょっと一緒に遊んでみたいかなと思います。その間に、まあ、ド緊張しているアリアちゃんも、ちょっと彼とは友好度が低いけど、交流をね、ちょっといろんな人と深めてもらって、もらいまして、彼氏候補を探したいと思うんですが、どうなるでしょうか。結構本の話が出るってことは、好きなのかな？気合を入れる。一緒にゲームをやってくれと指示したんですが、やってくれないね。やってくれないな。てか、仲悪くなってない？あ、大丈夫か。あ、ほら、男の子が座ったよ。もういいや、じゃあ、こっちで。男の子が座ったので、一緒にプレイする。彼とやってみようか。年齢が近いからね。あ、緊張しててできないのかな？緊張しててできないのかもしれないね。待たせてるからさ、かわいそうだからさ、ちょっと参加して。一緒にプレイする。一緒にプレイするにして、さあどうだ。好きかな？まあ、この子はね、釣りが好きなんで、あんまりこの論理学はね、ゼロなんでね、どうかなっていうところがありますけども、まあ、これで彼を独り占めできましたので、釣りについて話す。でも、こんだけマッチョならさ、もしかしたら釣り関係で、なんかいい感じになれるかもしれないよね。まずはその緑を上げていかないと、やってる感じ、なんだろう。ピンクに行けないんだよね。行けないので、話すことが全部釣りなんだけど。行けないのでね。ちょっとまずはこの辺で、不快を脱却して、ちょっと元気とか楽しいとかそういう気になってくれたらありがたいんだけど、なかなかそうもいかず、気合を入れる。ああ、下がってるな。あんまり仲良くないのかな。相性があんまり、よくないのかもしれないな。なんか、励ます、からかうものばっかりになっちゃってるので、噂とかね、そういうのは嫌なのよ。人魚の真似をする。難しそうだな、人魚の真似とかね。全然、仲良くない人にさ、急に目の前で人魚の真似されてもさ、ちょっとびっくりよね。ちょっとびっくりだよな。そして、アリアちゃんを落ち込んで、まあ、トイレ、状態整えるか。状態整えての、これさ、あんまり仲良くない状態でさ、これデートとかって誘えるんですかね？デートに誘えるんであれば、アリアちゃんはね、まだまだ休みが、まあ、まだまだってまだ2日なんだけど、休みがありますので、その間に、デートなるものをちょっと誘ってみてもいいよね。なんでこのゲームとかさ、バカにするものしかないの。一緒に空眺めようよ、もうこうなったら。一緒に空眺めて、外出に誘う。これこのままお出かけになるのかな？でも、まあ、仕事、まだ大丈夫かな？数時間ぐらいなら。あ、平気だな。恥ずかしい。少しくらいなら付き合える。少しぐらいなら付き合える。あ、まあ仲良くないんだな。じゃあハンドブザー。一緒に雲見てよっていうのも全然ダメだし、こんだけ喋ってても緑のメーターが上がっていってないので、どうかなというところで。ちょっとこの子にも話しかけてもらおうかな。元気なんでね。緑だし。どうだ？横から出てきた。もう一人。
仲良くなれるかな。あ、緑上がってってるよ。いいじゃん、いいじゃん。この子やっぱりあれだね。状態がいいので、結構なんか楽しめ、緑系が結構多く出ますけれども、上がってるけど、そんなに、ヒップバンプってやつ全然やってもやってくれないから、そこまででもないのかな。でも選ぶだけで、緑は上がるんですけれども、今日のことを聞く。やっぱ幸せ系じゃないとなかなか難しいのかな。興味をそそる話とかね。二人で取り合ってる感じになってますけど。双子で一人の男の子を取り合ってる感じになってますけど。まあ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 、ちょっと上がってるな。あ、幸せ来た。幸せが来た。今はチャンス。まあ、下のね、メーターを見ると、サマーサちゃんはもう、不快になってるのが色でわかるので、この緑が出ているこの間に、緑を攻める。緑で攻めまくる。なんか急に何かやり出したな。緑を攻めて、おお、なんか上がってってるな。あ、コミュニケーション能力かな。いいよいいよ。どうだ？結構上がってってんじゃない？この、選んだ、このすべてをやってくれたら結構仲良くなれるとは思うんだけどな。いいね、いいね。あ、上がってってますね。政治的なジョークはちょっと危険なんでやめとこう。政治の話はね、仲いい人ともあんまりしない方がいいからね。関心事について話す。今日のことを聞く。レベルが上がりましたね。やっぱ魅力が上がった方が、なんか仲良くなれたりするのかな。一切緑が出なくなっちゃったんだけども、まあ、興味をそそる話とか趣味、興味が明るくする。とにかくしつこくしつこくしつこく食らいつく。しつこくしつこくしつこく。あー、アリアちゃんの方がこの男の人と合うかな？今のところ、そんな感じがするな、やってる感じ。ほらほら、もう全然違うもんね。全然違うので、仲良くなりっぷりが。よし。じゃあ、ちょっとサマーサちゃん。サマーサちゃんは、この場を、すっと空気読んで。すっと空気読んで、この場からいなくなりましょう。そして寝てください。自信があるになってるかな？いいね。私の勝ちよ。私の勝ちよ。私の勝ちよ。信じられない話。まあ、青でもそこそこ上がると思うので。あ、いいじゃん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 。でもこれさ、下がるときがめちゃめちゃ早いのよね。ブワって下がるからさ、正気でない。正気でない人なのかな、彼は。筋肉、うふふのパートナー。お、これさ、少しぐらいなら付き合える。なかなか世帯に加わるように言うだって。もうなんかすごく仲良くなってるじゃん、急に。